今回はこんなテーマで皆さんに語っていただきます。もし自分の役をシャッフルできたらどのキャラクターを演じたい、ということで皆さんにはどのキャラクターを演じたいかお手元のフリップにお書きいただこうと思います。個性豊かなキャラクターがたくさん登場するのも見どころの一つ。そこで今回は他のキャラクターを演じるなら誰、自分以外のキャラクターから演じたい役を選んでいただきます。みんなハマりすぎてるからね。そうなんだよね。いや、皆さん悩まれてますけども、やりたいキャラクターね、果たしてそれぞれどの役を選んだのでしょうか。一斉にフリップをお上げください。どうぞ。ダダン、竹道ハンマーアックン、竹道三ツ矢、ドラケン、ドラケン、ドラケン、後列は全員、みんな、皆さんドラケン、うわ、ドラケン人気だ、めっちゃ。全員の回答はこちら。なんと9人中4人がドラケンを指名。その中でも竹道役北村さんはアックンを選択。その理由は、よくアックン好きなんですよね、はい、屋上の印象的なシーンがあってすげえ良かったんですよ。それにすごい作り込んでというか、はい、役作りでとにかく身を削ってやってたんで、それも 削りたいなって思った次第でした、はい、竹道にとってすごく大事なシーンにしなければいけなかったので、すごい思いを寄せて演じたっていう感じなんで、でもなんかもうずっと空気感だったよね。出会うところからも泣いてたもんね。そうね、そう、別に泣く予定じゃなかったんですけど、出会 う瞬間目合って泣いちゃったもんね。そうそうっていうぐらい、なんか2人のいい関係性が見れるんじゃないかなと思いますけど。そんなアックン役磯村さんは一番人気のドラケンを選択。かっこいいっすね、シンプルにもう見てて。でやっぱ山田君がね、本当にこう反り込みというかね、こうガーってやって、うん、もう本当にやっぱタトゥー入れてたんで、僕もやっぱ本当にタトゥー入れたいなと思って。シール、シール。あ、シールだ。シールだ。入れてたじゃん。今それ伸びたから消えてるだけじゃん。今もまだある。伸ばして隠してるわけじゃねえわ。違うの？違う違う。いやでもかっこいいんですよね。あの反り込みにタトゥーっていうの姿もかっこいいし、うん、やっぱ。かける言葉、まあ、マイキーとかに対しての言葉がやっぱもう不良とかじゃないんですよね、うん、人間としてやっぱいい言葉かけてんで、ちょっとやりたいな、うん、そしてハンマ役清水さんもドラケンを指名。原作がずっと好きで、はい、ずっと言ってたもんな。じゃあね、これ本当にもう本当悪い先輩なんですけど、ずっと原作読んでて、ずっともう本当にドラケンがナンバーワン好きで、でも全然この話を聞く前からうわ超やりたいなと思って、それをなんか嗅ぎつけたのか分かんないですけど、現場で僕ハンマの格好していくじゃないですか。現場でちっちゃい声でドラケンやりたかったでしょってめっちゃいじってくるんですよ。今日も会って最初にドラケンやりたかったでしょ。直人役杉野さんは三ツ矢を選択。その理由は、神社で集会みたいなシーンの時のゴードンがなんかかっこよかったんですよ。銀髪の短髪、はい、銀髪の短髪やってみたいなって思ったし、あのいやだからなんかちょっと違うんですけど、うん、かっこいいなって思ったっていう。それはもう勝手に銀色の短髪にしろよ。見た目の説得力すごい大事にしたくて、はい、見た目はこだわったんですけど、その集会のシーンがあの初めクランクインだったんですけど、めちゃくちゃもう大先輩ばっかで、もうすごい緊張してたんですけど、うまいこと言って見た目もそれなりに良くて本当に安心してます。そして人気ナンバーワンのドラケン役山田さんは竹道をチョイス。いやめちゃくちゃ迷ったんですよ。 みんな本当魅力的なんで、どのキャラクターもマジでやりたいんですけど、はい、もう悲しい過去、悲しいなんかストーリーを持つその清正のとかあっくんの感じも好きだったんですけど、もうこういう風に生きれたらいいなっていう、うん、やっぱ竹道の生き方、こう逃げない、負けない、諦めないみたいな、そういう人が好きっていうか、自分に似合ってるかどうかわからないけど、なってみたいなっていうのはなんか思いました。で、竹道ですね、はい、ありがとうございます。